皆さんこんにちは、マリです。なおです。マリナオチャンネルです。今日は久々に壺押しの先生をお呼びして、どなたですか？今度はおすぎちゃんです。今日はのぼせの壺を教えてもらいますので、どうぞよろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。久しぶりでございます。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。はい、今日はのぼせの壺を教えてもらいます。今日は4つぐらいですね、ご紹介したいと思います。あ、じゃあ早速教えてもらいましょう。はい、よろしくお願いします。基本的には3つぐらいですね。場合によっては足のツボも使いたいんで、足のツボも使ってみたいと思います。基本的なのがプーチというツボですね。あと天柱と百円も使いたいと思います、はい、足のツボは何？足のツボは足の清潔20個ありますんで、ちょっと刺激してみたいと思います。プーチの方からやってみたいと思います、はい、プーチっていうのはこの首のですね、髪の生え際ですね、生え際に2つ筋肉があるんですけど、その筋肉のちょっと外側に離れたところのくぼみです。ここのところがフーチというツボです。うん、結局のぼせっていうのは血流が悪いんですよ。大体ね、冷えのぼせって言って足が冷えて上からのぼせるっていう方が多いんですね。なぜのぼせるかっていうと、その帰りが悪いんですね。ここに溜まっちゃうんですよ。帰りが良くなればのぼせも下がるっていう形になるんですけども、ここに溜まっちゃうのがやっぱり一つの原因なんですね。だからまずここのところをこう少し緩めてあげて、血の帰りを下に降りるのを良くしてあげるっていうことですよね。そのついでに筋肉の脇にある天柱というツボも一緒に刺激しちゃいます。気持ちいいですか？うん、押すんですか？うん、ほぐすんじゃなくて、うん、これは押してますね。ここはほぐしにくいんですよ。皮膚との摩擦で炎症が起こっちゃうんですよ。もしできたらここのところの100円のツボをこっちでこう押すんですよ、はい、一緒に。はい、あ、ここあ、めちゃくちゃ気持ちいい。挟むみたいな感じですか？挟むみたいな感じですね。やばい、ほんと気持ちいい。寝ないでくださいね。痛くはないですか？痛いよ。痛気持ちいいですか？うん、頭がちっちゃくなる気がする。あ、本当ですか？頭の中身がちっちゃくなっちゃうと困りますけど。一大事。やばいやばい。外だったらね、いいですよね。上に伸ばせて下が冷えてるような場合とかだったらば、ここの足をですね、ここに血を持ってきます、こっちを。そっちに伸ばせちゃってるんで、こっちを刺激して血をこっちに引っ張ります。そうするとそっちの血がこっちへ降りてくるんで、その分だけ収まります。清潔なんで、ここですね、ここのところをこういう風にすることによって、ここに血を集めるんですけども、ここだけだとなかなか集まらないので、やっぱ引っ張っちゃうんですよ。痛くないですか？痛くないです。気持ちいいです。これはだけど、あの足のあれが気持ちいいですよ。これ、うん、これ自分でやるときは座ってこう引っ張るんでいいんですか？自分でやるときは清潔を自分でこういうに挟んでやればいいですよ。まあそういう感じですね。はい、はい、ありがとうございます、はい。はい、今日はのぼせのツボ教えてもらいましたが、どうだったですか？頭がちっちゃくなったね。本当ですか？まず、うん、気持ちよかったです、本当に、うん、自分でやるとなるとこうなって、こうなるわけですけれども、そうですね、ちょっと頑張ってやってみたいなと思います。はい、はい、のぼせのツボ、ポイントは何ですかね？のぼせということは、脳の血流がガムが下がってこないっていうことなので、うんうんうん、脳の血流を下に下げる。プーチというツボと百会と天柱ですね、その3つを中心にお話ししました。場合によっては、あの足の清潔を使っていただくといいかなということで、足の方も少しご説明をしました。ありがとうございました。もっとツボを教えてもらいたいよという方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとうございます。またねー。